SJ 騒動、SJ 騒動、SJ 騒,騒動とは2007年2月に英語版ウィキペディアで発生した騒動。英語版ウィキペディアの有力名でジミー・ウェールズの運営する会社ウィキアの有給コミュニティマネージャーでもあった SJ、後に本名はライアン・ジョーダンであると自ら明かしたがウィキペディアの利用者ページ並びにザニューヨーカー氏のためのステージシフにいる。 電話インタビューにおいて、学歴詐称並びに、職歴詐称を行っていたことが発覚した。この騒動は、単に SJ が人格や経歴を詐称していたという問題にとどまらず、Wikipedia 及びその方針と信頼性実態への疑いを招き、また SJ に与えられたような権限、指示、雇用などの決定の妥当性にも疑いを招いた。SJ 騒動で明らかになった事実への反応は、 様々であり、オンライン、印刷、放送等各種媒体にわたった。Wikipedia のコミュニティでは、SJ の過去の編集を精査して、誤りがないかの認が進められる一方で、個人の童貞のより良い方法について議論が行われた。Wikipedia の編集者としては、SJ は、あまり記事を編集しておらず、むしろ嵐行為について指摘したり、編集上の争いを解決することに、 多くの時間を割いていた。ウィキメディアの共同設立者、ジミー・ウェールズは当初は、SJ がペルソナを用いていたことを擁護し、偽名の一種であると考えるし、私としては全く問題ないと述べていた。後になって、ウェールズはこの見解を撤回し、SJ に対して、ウィキペディアの権限を返上し、ウィキアの職を辞するよう要求した。 この撤回の理由についてはエールズは SJ が偽の経歴を内容に関する紛争において利用していたと分かったからだと述べている。ピューリッツァー賞受賞歴を持つジャーナリストステーシーシフはウィキメディア財団のあるメンバーからの推薦を受けザニューヨーカーのウィキペディアに関する記事ノート・オール2006年7月31日の取材のために SJ にインタビューを行った。 ニューヨーカー氏によれば SJ は Wikipedia の管理者としての仕事について語るのには積極的だったが利用者ページに記載した経歴以上には自身を同定することを避けた。インタビューの中でジョーダンはニューヨーカー氏に対してそれまでウィキペディアの利用者ページに掲載していた通り進学と教会法の博士号を所有者であり、 某私立大学のテニアの教であると自称していた。しかし後に明らかになったところによると、彼は二十四歳のコミュニティカレッジ中退者であり、学位は何も持っていなかった。ニューヨーカー氏は二千七年二月に訂正記事を出し、それによってこの事件は、広い社会的注目を浴びるようになった。ニューヨーカー氏の記事では、二つの博士号を所有していることについて触れた上で、 SJ は1日あたり14時間程度かそれ以上、Wikipedia に先つつも、同僚や友人にオンラインの生活について知られないように慎重であると述べられている。SJ はしばしば抗議にラップトップを持ち込み、小テストの間には Wikipedia での問題を解決できるようにしていると描かれた。また、サイバーストーキングを避けるために匿名が守られることを強く主張した。また SJ は、 彼の肩書きを使用して、現実世界の大学教授に電子メールを送り、Wikipedia の正確性を保証したことがある。このメールの中で SJ は、私はオンライン百科事典プロジェクトウィキペディアの管理者です。私はまた進学の就寝教授です。私のバックグラウンドと資格については、どうぞ私の Wikipedia の利用者ページをご覧に行ってくださいと述べている。 2007年1月にウィキアに雇われると、SJ は、ウィキアのプロフィールページを変更し、私が、本当は、誰なのか白状します。ケイム・クリーン・オンフヒ o h リ r e a スとして、自分は、ライアン・ジョーダン、ギャン・ヨルダンであるとした。これに対したのウィキペディアの利用者は、新しいウィキアのプロフィールと、それまでウィキペディアで公表されていた経歴との素について、 ウィキペディアの会話ページで質問した。最初の質問に対しては、SJ は丁寧な返答を行い、以下のように述べた。後になって SJ は、ウィキペディアの利用者ページに、うまく、役を演じて、Doing, A Good Job Playing the Part シフを騙したとも、述べている。これを受けて、社会運動家でウィキペディアを批評しているダニエル・ブラント。ダニエル・ブラントは、ニューヨーカー氏に、 経歴の矛盾を報告した。2007年2月末にニューヨーカー氏は SJ が後になって自らの名をライアン・ジョーダンだと明らかにしたことなどに触れた訂正文と共に記事をアップデートした。この訂正文では現時点では SJ は実名がライアン・ジョーダンだと述べ24歳で高等教育の学位は所有しておらず教職に就いたことはないと述べているとした。 2007年3月3日になり、香港大学の助教授で、技術ジャーナリズムの主任及び、メディア研究センター主任を兼任するアンドリュー・リー。アンドリュー・リーはそのブログ上で、この問題に対する SJ のコメントの中には、ニューヨーカー式辞の執筆者、ステージー・イシフに対して、抽象及び名誉毀損の強い疑い、ザ・デンジャラス・ドメイン・ロー・デファーマイションアンドリブルがあると、述べた。リーの引用によれば、 SJ は、Wikipedia の利用者会話ページに、しかも、彼女、シフは、私の時間の見返りとしていくつかの提案をしたのです。私はそれに対して、もし本当にそうしたいと思うのなら、代わりに財団に寄付してください、と返しましたと記していた。D はこれに対して、以下のようにコメントしている。D はまた、シフに連絡を取って、SJ に、 時間の見返りに支払いをすると言ったのか尋ねたと記るし、これに対する彼女の返信メールを引用した。このメールで、シフは SJ の主張は全くのデタラメ、コンプリートノンセンスだと述べた。ジョーダンについての指摘見解として、ジミー・ウェールズは、ライアンさんは友達だったし、今でも友達です。彼は若いし、私に直接心からの謝罪を述べ、私はこれを受け入れました。 私の望みとしては、世の中が彼をそっと行かせてあげ、名誉ある生活と評判を築かせてあげてほしいです。と、述べた。SJ はこれに、すぐに反応し、Wikipedia の利用者ページにコメントを掲載した。この中には次のような一節が含まれていた。Wikipedia 英語版のコミュニティの中では、SJ、ジョーダンの経歴詐称に対する反応は大きく、鋭く、 また複雑なものであった。多くの編集者は少なくとも彼の行動の一部について非難したが、反応は完全指示から冗談を詐欺師と非難するものまで分かれた。騒動が明らかになるにつれて、Wikipedia コミュニティでは SJ の過去の編集の確認が行われ、利用者の中には SJ が 教授という虚偽の肩書きを利用して、彼の行った編集に対す評価を左右しようとしていたと考える者もいた。ウィキペディア英語版の管理者の一人で、ウィキペディア英語版のコミュニティ新聞ザ・ウィキペディア・サインポストの創立者であるマイケルスー、マイケルスノーは、人々は彼の編集を洗って、彼が自分の主張をし通すために、 自分の嘘の肩書きを利用している箇所を見つけたと述べ、それらの編集については見直さなければ、習いと述べている。People have gone through his edits and found process, where he was basically caching in, on his fake cradanshore's two balls t a r his arguments, those w i l l get to w o k e d a t again. 例えば、SJ は日本語の、猿でもわかるシリーズに相当するようなカトリシズム4。 ダミスをカトリック教会がアニヒル・オブスタットや教人化、インプリマトールを与えたものとして推薦していた。英語版の教会認可の記事の編集において意見の食い違いがあった際に SJ はこの本は私が自分の学生によく推薦しているし、その信頼性については私の博士号をかけてもいいと述べてこの本を使うことを擁護した。ジミー・ウェールズは 事実をめぐる論争に採決を下す人物の身元を全て綿密に点検する予定だと伝えられた。またウェールズはこの問題はウィキペディアに内在する弱さを示しているではなくこれから解決のために取り組んでいく弱さを示していると考えていると述べた。ウェールズはウィキペディアの編集者は今後も望むならば匿名を維持できると主張し私たちの方針ではいつも 絶対的な禁止よりも、肯定的に推奨し、人々が難しいことにたくさん直面せずに、貢献できることを目指していますとしつつも、同時に自分の肩書きをちらつかせて、論争に勝とうとすることはいかなる場合でも、不適切ですし、その肩書きが虚偽であればなおさらですとも警告した。そして、ウィキペディア上で何らかの資格を主張する利用者は、近々その資格を本当に所持しているか、 証明しなければならなくなるでしょうとの見解を示した。しかし、ウィキメディア財団理事長のフローランス・ドゥブアールが、この資格証明の提案に反対し、問題なのは内容の質であって、これは出典を明示するといった方針を強化することで改善でいるし、大切なのは編集者が示している資格の質ではないとした。また、ウィキペディア英語版においてなされた、学位などの所有を主張する利用者は、 内容をめぐる論争中にこれを持ち出すに際してその証拠を提示しなければならないとする提案はそれ以前の同様の提案と同じくコミュニティによって却下されたウィキペディアの改善のための活発な議論も続いたザ・ニューヨーカー氏への最初のコメントの続報としてウェールズは2007年3月19日の号にニューヨーカー氏へ 以下のような正式な謝罪を掲載した。そして、ウェールズは、SJ が、いくつもの非常にまずい判断を下した、メイドを、A シリーズオブベリーバットジャッジメンツことを遺憾とし、この騒動を経て、ウィキペディアが改善することを期待するとした。ザ・レジスター氏の執筆者で、ウィキペディアの批判者であるアンドリュー・オルロフスキは、ジミー・ウェールズが SJ を、ベンチャーキャピタルの投資を受けている。 ウィキアに雇用した子、及び SJ が、それまで主張していた経歴が虚偽であったと認めたに、近い状況の中で、ウィキペディアの裁定委員会に任命したことを批判した。オルロフスキはまた、SJ の行動はウィキペディアに内在する危険な思考を、さらけ出したとし、ダリー・サンガーの、ウィキペディアンは単に、極めて島国根性の集団になってしまった。自分たちの内輪の習慣や要求があって、 現実世界とは完全に乖離してしまっている。実際のところ、結局この問題はそういうことだ。現実世界のアイデンティティや肩書きは不要なものだとして、ウィキペディアでは否定されたのだという言葉を引用した。他に、ウィキペディアに批判的なコメントを寄せた中には、GD ネットの執筆者あるミッチラとクリフが挙げられる。彼は、どうして、経歴を偽っているのに、 社会が正確な情報を記録する手助けになろうという、ウィキアのような会社で働けるのかと疑問を呈し、いつ、なぜウェールズがジョーダンを解雇し、いつ、彼がジョーダンを公式見解の中で支持したのかについての情報を求めた。オンライン百科事典シテザンアムの編集長かつ、ウィキペディアの共同設立者で2002年に、ウィキペディアを離れたラリー・サンガーは、SJ の対応を、 傲慢で謝罪になっていない、アディファイアントノンアポロジーと批判し、また別の場所では、SJ の行為を、経歴詐称、アイデンティティフロードと述べた。サンガーは、ウィキペディアの会話ページに、SJ が書いたコメントを引用し、ウィキペディアの運営に携わる、他のメンバーは、アンジェラ・ビーズリー、ウィキアの共同設立者で、ウィキメディア財団コミュニケーション委員会のメンバーや、ブラッド・パトリック、 ウィキディア財団の法律顧問を含めて、ジョーダンの経歴の矛盾を知りながら、その雇用に関与したとした。サンガーはまた、ジョーダンの解雇は、完全に世間の非難を受けてのものであり、これらの悲しい事実が公にさらされて初めて、激しい非難の声が上がって初めて、ジミー・ウェールズは SJ に辞任を求めることにしたと指摘した。<あ> SJ 騒動がメディアに取り上げられると、 多くの学術関係者が Wikipedia の信頼性に対して目を向けた。2007年3月2日には The Chronicle of Higher Education He Chronicle of Higher Education がこの事件は明らかに Wikipedia の信頼性を傷つけている。特に教員たちはこのサイトでもっと目立っていた学術関係者の一人が偽物だったと異ことに注目するだろうと述べた。 アメリカ合衆国コーネル大学のユダヤイスラム学教授ロスブラン。ロスブランは、ウィキペディアには学術的な査読制度が欠如しているとし、やろうと思えばあなたの人生をデッチ上げることもできると述べたほか、ウィキペディアは大学には居場所は全くないとし、SJ 騒動の後も学者たちがオンライン百科事典に対して抱いている否定的評価が変わることは一切ないだろうとした。 インタビューされた、コーネル大学の学生の一部は、ウィキペディアを勘弁な手引きとして使い続けるだろうが、学術的な発表物には引用しないだろうとした。一方で、学術関係者から発されたコメントのすべてが、批判的だったわけではない。イギリスのイーストアングリア大学で、国際関係論の講師をするニコラ・プラット、ニコラ・プラットは、ウィキペディアのエトスは誰でも、 立場に関係なく貢献できるということです。大切なのは他の読者が彼らの知識をどう判断するかであって彼らが教授であるかどうかではありませんし、この学生 SJ の身元がさらされたということがこのシステムがうまく動いていることを示していますと述べた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。